受験算数、答えにすっきりするひらめき図形、おまけ問題付きです。では始めましょう。半径 7.5 センチの円が2つ、お互いの中心を通るように重なっています。赤い線の合計の長さは何センチですか？円周率は 3.14 とします。では解説をします。2つの円の中心を OG、 2円の交点を AB とすると、 OAOB は円 O の半径より 7.5 センチ、 GAGB は円 G の半径より 7.5 センチ。つまり三角形 AOG と三角形 BOG はともに一辺 7.5 センチの正三角形です。左右の赤線はそれぞれ中心角120度の扇形の弧になるから、その長さは上のようになり、31.4 センチが正解となります。おまけ問題です。図は半径6センチ、中心角90度の扇形です。点 CD は扇形の円周部分を3等分する点で、直線 AD と BC は扇形の半径 OE に平行です。この時図の色部分の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。